報道するラジオ、東日本大震災から5年、千葉アナウンサーが被災地からお届けいたします。千葉さん、はい、はい、引き続きお願いいたします。宮城県の石巻市からの中継で話をしてもらうんですね。はい、そうです、はい、お願いします。宮城県石巻市門脇地区です。はい、このお集いの会場にはですね、うん、今も人が足を運びまして、追悼のために手を合わせております。あの海の近い場所で、はい、今、はい、あのそのあたりというのはもう建物はあまりないような場所なんですか？そうですね、ほとんどもう更地の状態なんですけれども、あ、はい、今かさ上げ工事が行われてまして、はい、海からだいたい800メートルぐらいの地点に今いるんですけれども、うん、この地点からはかさ上げされた、土地によって、海を見ることはできないというような状況になっています。はあ、かさ上げ工事が、はい、まあ、進んでいる最中であると。そうですね、はい、で私のすぐ後ろには復興公営住宅の、建設が今まさに始まろうというような状況で、うん、ちょうど足場になるようなパイプが今組み出されたかなというような状況になっています。こうしたその復興公営住宅というところに、まあ、本来だったらもう5年経ったんですから、はい、ね、多くの方々あるいは全ての方々が移って、はい、ちょっとは安心できるようにっていうふうにもっと思ってたんですけど、まだまだ進んでない。やっとこさその復興公営住宅の足場がこれからだっていう そんな状況が今石巻にはあるということですね。そうですね、公営住宅が出来上がってまたこの土地に人が戻ってこられるようになるというのはまだ時間がかかるというような状態ですが、まだまだ先のようですね。そうした、はい、またじゃあかさ上げは、まあ、進んでは来ているけれども、暗い夜の中にそうした遺族の方々あるいは行方不明の家族をお持ちの方々が集まってこのろうそくの火で追悼をしてらっしゃる、そういう夜の状況ですか？はい、そうです、はい、そして、これからはですね、今日はここから震災発生の5年の今も被災地で活動を続けている関西人についてお伝えをしたいと思います。はい、お願いします。はい、大阪の枚方市から岩手県の震災の被災地に通って仮設住宅や災害復興公営住宅でボランティアでコンサートしている歌手がいるんです。はい、そのコンサートの様子をまず聞いてください。元気よくやってください。全どこ行かない、バッチリでございます。最高でございます。それでは本番、皆さんにお任せいたしまして参りましょう。光のずんどこ節、ソレツ、もう被災地のおじさんおばさんが笑う笑うというようなコンサートなんですけれども、コンサートが始まるまでは本当に皆さん静かで東北の人らしい雰囲気だったんですけれども、始まるともう関西のノリに巻き込まれていくんですね。はい、はい、関西の人の特色である力ずくでも絶対笑わせるというサービス精神満載の、コンサートをしているんですけれども、このパワフルな歌手の方の名前は奥野ひかるさんと言います。奥野ひかるさん、はい、はい、震災直後からボランティアで被災地でコンサートをしていまして、5年直前の昨日600回目のコンサートを岩手県大船渡市彦市地区の長安寺公民館でしたんですね。プロの歌手の方がもう震災直後から600回ずっとボランティアでライブをしてこられたってことですか？そうなんです。で、なんで600回の記念のコンサートをこの長安寺公民館という場所でしたのかというと、大船渡市の沿岸部は津波で大変な被害を受けたんですが、そこで被災した人が山側のこの彦市地区に移り住んできているということと、震災発生当時彦市地域は津波の被害を受けなかったんですが、沿岸の被災した人のために何千個ものおにぎりを作って避難所や病院に届けていたんです。はい、で農家が持っていた玄米を出して、電気が止まっているのに自家発電で精米機を動かして、ガスの炊飯器で、
お米を炊きまして、何日もおにぎりを地区の人総出で作り続けていたんですね。でそのうち、自分たちの食べるお米もなくなってしまうという状況だったんですよ。で、しかし、被害が少なかったこの地区には支援物資が届かなかったので困ったということがありました。ほとんどこのお話は知られていないんですけれども、こういった方々のご苦労をねぎらうためにもこの地区を選んだんですね。で、コンサートではこんな風に観客を巻き込んでいきます。かわいいお父さん、ねえ、おで髪型も私好み。でも前お会いした時よりちょっと毛が増えたんじゃない？もんだがらこうやって、ね、ちょっと増えたよね。ああ復興ですね。まだ復興が何半ばぐらいかな、そこまで行ってないんじゃない。これからが気合を入れてやらなければいけない時期になってるんじゃないかと私思うんですが、皆さんいかがでございましょうか。そうだそうだ、ね、まばらな拍手をありがとうございます。まあさ、なんかあんまりさ、そんななんかほら明日ね節目やからとか、あんまりこうなんていうのかな、ここにいてると節目もねクソもないと思うわ。うんうんうん、というふうに一人一人に語りかける、本当に気取らずに本音のトークをする大阪人らしい、この奥野さんのライブコンサートなんですけれども、いや観客もようお父さんも笑ってはるし、自分の頭のことネタにされて、はい、おばちゃんもそやそや言うて声上げてはるし、すごい一体感のあるライブですよね。はい、非常に盛り上がっているんですけれども、はい、この聞きに来ていた方はどう思っているのかを聞きました。そうですね、まあいろいろあって、その鬱憤晴らしですか、うん、なんかねそういうのがすごく晴れてくるような感じがしますね、うん、東北の人って意外とおとなしいもんですから、ああいう元気なもパワーを見せつけられるとすごく元気になりますね。しんみり歌われるよりもやっぱりパワーがあった方が楽しいんじゃないですか、うん、なんていうかね、心に響くものがね、やっぱり元気が出るっていうかね、うん、あ、こんな家庭の中にもこうやって来てくれるんだなと思ってですね。ということで、私が見た感じでもものすごい鬱憤晴らしになってたなというのは感じましたね、はい、でこの5年間で被災地の方に本当に心から喜んでもらえる存在になったんですけれども、そこまでの道はとても大変でした、はい、奥野さん自身も自問自答しながらの日々が続いていたんですが、続けてこられたのはこんなこともあったと奥野さんは話します。津波で娘さんを流されたお母さんが私を見て娘を思い出したっておっしゃってくださって、で死にたいって言ったんです。あの仮設ライブが終わった後に私の足にすがりついて死にたいって。それでもう慌てて私は、じゃあ来月また来るから来月までやったら生きてられるかって聞いたんですよ。ほんなら来月までやったらなんとか生きてられるって言うから、もし娘さんがあの生きてたらお母さんにこういうことを言うだろうって、そんなこと言ったらあかんよって言うだろうっていう曲にして、そのお母さんに届けたんですよ。そしたらそのお母さんが、あの生きてみるって言ってくださったの。それがきっかけで、じゃあ何かできるんやって、私にも何かできるんやって、生きてみるって言わせるぐらいのことができたんやから、他にもいっぱい同じ思いをしてる人がいるからやってほしいってそのお母さんに頼まれて、あの一人一人の被災者に向き合うことで被災者の力になっているんだなということが感じられたのが彼女の原動力になったんですね。これは大きいでしょうね。はい、被災地では5年が経っても様々な問題があります。このコンサートに来ている被災者の方は
仮設住宅の暮らしをこんな風に話していました。お父さんと二人なんだけど狭い、まあ隣の音も聞こえるからまあ いるなって感じはあるから不安はないんだけど、うん、なんかね夫婦喧嘩もできないような、うん、あと2年いるようなんです。うん、あの自立して自分で家建てたいんですけど土地が決まらないから建てるとこない。はい、実は奥野さん、歌手の奥野さんも仮設住宅に暮らしているんですよ。そうなんですか。もともと枚方の方なんですよね。そうなんです、はい。と言いますのはですね、大阪から岩手に通い続けてみんなを楽しませてくれる、うん、そのうちに仮設に住んでいる方々から大阪から来てこちらでホテルに泊まるのも大変だろうからどうぞ私たちの仮設住宅に住んでくださいというふうにお願いをされまして、で、仮設住宅を設置している岩手県の大船渡市の市長から特別の許可をもらって1年のうち数ヶ月空いている仮設住宅に住んでボランティアコンサートを続けてるんですね。はい、もちろん仮設住宅の、家賃と光熱費は自分で負担をしているんですが、そんな仮設住宅に暮らしているからこそ見える仮設住宅に暮らしている人がどういう状況に立たされているのかということを奥野さんは次のように話します。もうとても腐敗も激しくなってるんですよ。もう耐用年数過ぎてるから。それもあるしやっぱり普通の生活できないんですよ仮設じゃ。うん、小声で喋ったりとかこの今のこのボリューム絶対無理ですからね。もう端から端まで聞こえちゃうから。それとあとテレビはイヤホンだからおかしくなっちゃう。うん、仮設にやっぱり住んじゃうとねこう出口のないトンネルに入ったような気分だって皆さんおっしゃいますよ。で私も聞いてる間は分かんなかった。住んで分かった。あ、これかって。だからみんな出たいと思ってると思う。実際本当に気持ちはね。ただ現実問題いろいろな事情で出れない方もいたり、もうちょっと仮設で辛抱しないといけない方もいたり、ご高齢のおばあちゃんなんか年金のおばあちゃんでね、例えば今までは家がねあったからよかったけど、今度お家賃いるとなると年金だとどうですか。ちょっと苦しくないですかね。今まさに復興住宅に移るか今後自力で家を再建できるのか、そんな選択を迫られる時期になっているんですね。はい、仮設住宅からなかなか出られないという事情が本当によく分かってはいる奥野さんなんですが、一緒に仮設住宅に住んでいるからこそこんな言葉をかけるんです。5年経ってきてやっぱりね、なんていうかな、もう綺麗事言ってる場合じゃないなって思いますよ。諦めてる人も中にはいるから、あかんよって、諦めたらあかんって。だから仮設からはやっぱ出ないと、とにかく出て初めて新しい生活っていうか、スタート切れるんじゃないかなって。それは周りからね、サポートする人も私はすごく大事だと思うんですけど、やっぱりこれから5年を過ぎると、被災地の仮設で暮らす皆さんの心構え、これ一番だと思いますよ。仮設から出るためには周りからのサポートも必要でありまして、そのサポートには奥野さんのように音楽で元気づけるというやり方もあります。その他さまざまなやり方はあるとは思うんですが、一方で、先ほどのコンサートの様子を聞いていただきましたけれども、はい、その中で、奥野さんはこれから気合を入れていかなくてはならないというふうに被災者の方に向けて語りかけていました。奥野さんは仮設の生活からどう一歩前に進むか、そういうメッセージをコンサートの中でいつも被災者の方に語りかけております。うん、気合は本当に仮設にいらっしゃる方に向かって奥野さんかけてらっしゃるけど、
まあ、周りのサポートをどうするかっていう、我々、あるいは公に向かっても、これからどうするんだっていう、こう、気合い入れなきゃっていう、そういう意味合いとして私は受け取りましたね。そうですね。うん、本当に、被災者の方々をどう一歩前に進んでいただくかということを、きちんと考えなければいけないということですよね。はい。奥野ひかるさんにもよろしくお伝えください。はい。はい。そして、仮設住宅、また石巻に今お集まりの皆さんにもどうか千葉さん、よろしくお伝えください。はい。今もこの場所には、たくさんの方々が、追悼のために、足を運んでいるという状況です。はい。今日は宮城県石巻市から千葉武アナウンサーがお伝えしました。報道するラジオ。特集テーマは今度は東日本大震災5年学生ボランティアが見たものと題してお送りいたします。平野さん、今日は、はい、若い人たちが、そうですね、イケメンの人とかなりイケメンの3人がですね、このスタジオに集まってくれております。今日どういうお話しするかと言いますと、平野さん、やっぱりボランティアの方たちの数はどうしても減ってきてるんですね。で、関西からバスツアーで、こうボランティアに出かけようという動き、震災直後ずっとあったんですけども、ね、今やっぱりものすごく減ってきていて、定期的なバスツアーってまあないんじゃないかというぐらいにまで減ってきているんですね。でそんな中で震災直後からずっと支援を続けていらっしゃる団体の一つに、はい、神戸国際支援機構というところがあります、はい、でこちらはですね、今も月に一度ボランティアのバスツアーを行ってはるんですね、うんうん、で関西の学生さんに参加を募ってやっていらっしゃるということで、前回はですね、2月でございました。2月の21日から24日まで3泊4日のボランティアの旅をなさったんです。でそのツアーに参加なさったのが9人の関西の学生さんたち、はい、で今日はそのうち3人の男性に集まってもらいました、はい、せっかくなので自己紹介してもらいましょうか、はい、生放送でラジオでいきなり自己紹介言われたらね私だったらドキドキして喋れないんですけど、きっと彼は大丈夫だろうと思いますじゃあこちらの方から、はい、どうぞ。よろしく。白のセーターに紺色のジャケットで着てくれました谷口さんは今回どんなところに行ってどんなことをボランティアでしたんですか？石巻市に行って、仮設住宅の方にお話を聞く傾聴ボランティアをしたり、はい、漁業の方のお手伝いの漁業ボランティアなどいたしました、うんうん、ほー、石巻市に行って傾聴ボランティア、つまりひたすら聞くっていうことですね。傾聴するっていうね、傾く聞くって書く傾聴ですね、うん、漁もされたんですか？あ、漁ですか、うん、漁業ボランティア、海苔の箱詰めの郵送の方、海苔の箱詰め、はい、ああそうでしたか。また後で具体的なこといろいろ聞かせてください、はい、そしてお隣は、こちら、じゃあ自己紹介お願いします。大阪産業大学経済学部2年の金星雄介です。お願いします。はい、金星さんです、金星さんも白に黒の文字の入ったなんかスポーツジャケットみたいな感じで来てくれました金星さんはどんなことをボランティアでなさったんですか？僕も谷口くんと同じで県庁ボランティアに行って仮設住宅でお話を聞かせていただきました。あ、仮設住宅にいらっしゃる方の話を聞いていらした、うん、はい、はい、じゃあ3人目の方はこの方です。お願いします。はい、大阪市立大学、小学部4年の、猿渡俊也と申します。はい、はい、猿渡さんはどんなことをしたんでしょうか？はい、僕は森林組合の方に行かせていただいて、そこで、畑の周りの溝の掃除と、あと漁業ボランティアで、谷口くんと同じ、海苔の箱詰めをいたしました。森林組合で、はい、畑の関係のお手伝いを一つした。畑の、そうですね、周りにですね、土とか埋まってて、はい、もう水がちょっと通らない状況だったんで、うんうんうん、それをもう掘り返してっていう作業をお手伝いさせていただきました。なるほど。3人
人はですね、これまでに何度もボランティアに行ったという経験はあるんですか？3人は。あ、あります。あ、はい、金星さんは何回目？あ、僕は、この東北は初めてなんですけど、はい、海外のベトナムとか、そっちの方に行ってボランティアをしていました。あ、ベトナムの方に行って、はい、で、国内で今回の東日本大震災の被災地にボランティアに入ったのはこれが初めてですか？あ、そうですね、それは初めてです。はあ、こういう青年がやるんですね。谷口さんや猿渡さんは？僕は初めて今回行かせていただきました。猿渡さん、僕も初めてです。そうだったんですね。まあ、3人ともこの 3.11 の被災地へのボランティア初めてというところが共通しているかもしれませんが、はいはい、じゃあ最初に谷口さんと金星さんが行ったという傾聴ボランティア、ね、これは具体的にどういう感じなのかというのをですね、知りたいですね。ね、うん、その時の模様をちょっと聞いていただきましょうか。これは仮設住宅にお住まいの女性の方に話を聞いている、はい、2人が聞いているというところなんですね。こんな感じだったようです。誰がどこさんにいたかもう分かんないっちゃ、情報が入ってこないから、入ってこないから、役場やられてしまったでしょ。電話、電話がないでしょ。歩いて探せる方がないでしょ。街も歩けないでしょ。もうごちゃごちゃなってんだもん。気持ち的にも辛いですよね、周りと。やっぱそういうで歩って行って誰かと会うと、はい、キチアンダイチャーいがったね、はい、キチアンダイチャーいがったねって僕、あの人はこの人は知ってるとかって、あの人見ねえな、ね、すんだかな、双子の目すんだかな。今お話になってた女性はこの石巻市に避難してらっしゃる隣町の女川町にお暮らしでらした、斉藤紗友子さんとおっしゃる68歳の女性なんですけれども、これ斉藤さんはそれこそ地元の言葉で喋ってはるでしょ。はい、ね、谷口さんも金森さんもそのお話聞くっていうことをしてて、はい、すぐにどういうこと喋ってはるかこっちから言ってすわかりました。とやっぱり少し理解するのに時間がかかったりね、奥になまりって、うん、最初慣れるまでにちょっと時間かかったかもしれませんよね。はい、そうでも、ね、僕は、はい、金星さんは宮城県とか岩手県に知ってる子がいたんで、うん、その子が喋ってるのとかを聞いてたんで、それでなんとなく、あ、多分こんな感じやろなとか、ニュアンスがちょっと分かりやすかった。そうですね、そうでしょうね、やっぱ奥になまりってね、はい、ちょっとでもねかじってると雰囲気分かりやすい。聞いたのは、うん、仮設の日々の生活ぶりですか、大変さみたいなのを聞かれたんですか。あ、当時の話など、当時の今日、はい、今さっきの話はもう本当に震災発生当日のお話でしたんですかね。はい、今どんなことをおっしゃってたんですかね。もうなんか役所ももう機能不全だし電話も通じないしみたいなお話でしたよね。連絡が取れないんで、もう本当にそのまま会って、うん、でその中で情報交換で、あの人が生きてるかとか、あ、そうかそうか、あんた生きてたかっていう、あ、そうですね、言ってはったこのことですね。はい、あ、そうです、あんた生きてたか、なんとかじゃ生きてたか、私は生きてるでっていう、そのまあものすごくある意味こうなんだろうな、興奮というか切実な生きる死ぬという、はい、その時の情報交換の様子を今喋ってらしたんだ。そうです。そういう話をね、まああっちへ行ってですよ、いきなりまあお聞きするわけですよね。そうですね。正直私だったらどうやって受け止めていいかわからないかもしれないな、うん、谷口さん、まあ大学1年生でしょまだ。はい、その若さで今のような話聞いてどうでした？やっぱり今まであのテレビとかでしかやっぱ情報が得られてなくて、うんうん、やっぱ全然事前知識っていうのがない状態でやっぱり行ったので、うん、と自分の知らないことがやっぱりたくさんあって、うん、で急にやっぱそういう現実を見せつけられて、やっぱまざまざと心に刻みつけられたっていうか、うん、そういう気持ちでしたね。そんなことだったのかってこうびっくりしたこととかショックだったこととか、はい、いろいろあったと思うんですけど、やっぱあの身内の方が亡くなったりとか、うん、そういうことがあったんですけど、うん、やっぱもう人がたくさん亡くなりすぎてその涙も出てこないとか、うん、そういう話を聞いたりとか、うん、やっぱその風呂
とか、そういう水道とかガスとか電気が使えないので、はい、サバイバルだったとか、とやっぱみんなで物を分け合って助け合って頑張って生きていたっていうような話を聞きましたね。それで、うん、谷口さんは、今まあ大学1年生だから、10いくつ、あ、19、19か。ということは阪神・淡路大震災の時は経験してない、ね、話は聞いててもね、はい、神戸大学だったらね、ずっと先輩たちから、ね、先輩方で命を落とされた方もいらっしゃいます。でもその話だけで現実にね、被災者の人は接してないですもんね、はい、うん、その水が出ないとか電気がないとかガスが来ないとかっていうことは全く経験したことがない話だし、多くの方が亡くなられるというようなことはもう全く想像できないような、はい、全然現実に年代の谷口さん、はい、その話を聞いた時どうでした？いや、やっぱり衝撃っていうか、やっぱ僕もその時はあまり現実味がやっぱ受け止められないっていうか、大きすぎてだったんですけど、やっぱ帰ってから後で考えてみると、でやっぱ実感するのに少し時間がかかったりとかでしたね。はあ、やっぱ受け止めるのに時間がかかったってことですかね。はい。金星さんも、はい、慶長ボランティアとしていろんなお話、いろんな方のお話他にも聞かれたと思うんですよね、はい、いかがでした？そうですね、うん、なんかその全然思ってたことが違った現実とか、例えば思ってたのはこうだったんだけど実際こうだったってい う, こうびっくりしたことってどんなことでしたですか？あ、その僕らはその、テレビとかそういうのに情報を見るしかなくて、うんうん、それからあれから5年が経って時間が経ってるんで、はい、僕らからしてみれば、その僕の友達とか、その周りにいる人間も多分全員そうやったと思うんですけど、うん、5年が経ってるからその復興してて当たり前で、みんな家に帰って普通に建てて普通の生活にちょっとずつ戻りつつあるっていうのをイメージしてきてたんですけど、うん、5年も経ったんだからっていう感じですね、うん、そうはい、でもその中で話を聞いたりとかしてて、うん、全然戻ってない現実とか、うん、お金の問題であったりとか、うん、例えばどんな話聞かれました？戻ってないんやなって思いはったのどんなところでした？あ、でもその戻るのに関してもお金がなかったりとか、うん、新しい生活始めようと思っても始められないんだっていう、このお金の話とかをもうぶっちゃけて金森さんにしてくれはったんや。そうですね、うん、そうびっくりした。そんなにお金もないんだと、5年経ってもっていう。そうですね、高齢の方がその多いんで年金とかでって、うん、っていう話してたんで、うん、そういうのを考えたらやっぱり家を建て直したりとか、うん、それをしながら自分の食べるとか生活をしていくっていうのはやっぱり難しいっていうのをやっぱ聞きましたね。うーん、仮設住宅のその映像はね、ああ、そうですね、テレビのニュースなんかで見てはったかなと思うんですけど、結構狭いでしょう。そうです ね、30平米って言って平均聞きますけども、実際中に入られてどんな感じでしたかな、皆さんの生活ぶりっていうのは。そうですね、でもうーん、住んだわけじゃないからでもあんまりわからないことが多かったんですけど、まあね、うん、聞いてる話ではやっぱりみんな壁が薄いというのがみんな大きいですね。普通の会話がしにくいっていう。らしいですね。全部筒抜けってみんな言ってありましたね。あ、それ辛いよね。あるいはこれ2月いらっしゃった寒い時やと思うんですけどね、うん、テレビで見てはる感覚とね、はい、本当のその、 あのプレハブの薄い壁のね、うん、住宅のこの感覚って谷口さんは何か感じたことなかったですか？いや、やっぱずっとあそこにいるととても寒いんですよ、うん、でやっぱそのプレハブとかになると、うん、もう暖かさがないというか、うん、寒さがしのげないと思うん で、うん、でやっぱ住んでみないとわからないと思うんですけど、やっぱり辛いだろうなっていうのは。そうですよね、きっと ね、はい、ね、短い時間滞在なさっただけでもやっぱそういう感覚を実感して帰られたんよね。もともとプレハブの仮設っていうのはもう居住性はもう悪いんだと、だけどもうとにかくまずは入ってくださいっていうのが本当の趣旨ですよね、うん、だからその法律で言うたら基本的にはもう2年と、うん、
いうぐらいの建築基準法しか満たしてない。 そこに5年、本来はやっぱり公営の復興住宅にね、きちんとした住宅に住むべきなんでしょうけど、そのもう整備率がまだ5割切ってるんですよね、案件で見ると。そうなんですか、まだ半分しか、5年で半分ですよ、経ってない。この阪神大震災のこと考えると考えられないですね、はあ、もうほとんどゼロですよね、阪神の場合は。もう5年の時にはそうですね、仮設住宅はもう閉じることができる状況になってたって言われてます、ラジオネーム永遠の貯金ゼロさんという方がリスナーの方くださったの、災害公設住宅の建設が遅れてるらしいですねって、だけどこれからも新国立競技場の建設に人手が取られることもあるからさらに遅れる見込みやって言うやないですか、やっぱり建設作業員がね、やっぱり人手不足なんですよね、オリンピックとかあちらの方に取られてね、その影響も出てますよね。そうですね、人手不足になると、まあ、建設資材がまた高騰するという、そういう状況も加わってくるんでしょうね。今日は、谷口さんと金星さんがその慶長ボランティアをなさったというお話まず聞かせてもらいました、今度は猿渡さんがまた違う形でのボランティアをなさった。田畑の周りの水の流れを良くするために、例えば どんな道具でどんなことしたんですか。そうですね、まあ、まずは、土の上に大きなその木の川っていうんですかね、その川がこう敷き詰められていたんで、それをそうですね、3つの、なんていうんですかね、熊手みたいなもので、まず取り除いてから、あとはもう土がもう 下から上まで詰まっているので、そのシャベルで、で水を通すためにこの農業用の水路を、なんとか水が通るように きれいにするっていう、結構なんか腰かがめてこう熊手で かなりそうですね、力仕事というか、まあ、力仕事というよりは時間のかかる作業でしたでしょうね、きっとね。そうですね、僕がやったのは 1日目で、まあ、半分ぐらいまでしかその時間内に、半分しか行かなかった、行かなかったんですけど、まあ、2日目に僕は漁業ボランティアでやったんですけど、谷口くん、じゃなくて、金星さん、とあと他のメンバーが、その依存掃除をまだ引き継いで、いろんなことやってくれて、金星くんそっちにも行ったんだ、行きましたね、やったんですけど、それ2日目でもう本当に綺麗に、2日でなんとか目標達成、全部終わらしました、畑で野菜かなんか作ってるところですか。そうですね、野菜を作ってますね。どんな野菜かっていう、レタスとかでしたっけ。でも農家の方は喜んでもらえたでしょう、そうですね、最後お二人の方がいらっしゃったみたいで、その最後写真を、一緒に撮ったの、撮らせてもらいました。よかったね、達成できて、いやだけどやっぱりそこでこう体を動かしながら、いろんな被災地の人の話聞いたりとか状況を見たりしたと思うんですよね、どうでしたですか、猿渡さんは。そうですね、やっぱりテレビとかで見るのよりはやっぱ違って。どう違うの。まあ、何て言うんですかね、心に響くと言いますか、その実際に森林組合の方で行かせていただいて、たんですけど、そこで説明をしてくださった方がいたんですけど、その方が奥さんを亡くされていて、奥さんを亡くされた方とお話しした、で家も流されて借金もある状態で、娘さんを育てていかないといけないっていうお話も伺ったんですけど、その話聞いた時にすごく胸が痛む思いというか、やっぱそうですね、テレビではちょっと、感じれない気持ちいいというのを感じることができましたね、よく、まあ、私なんかも気をつけなきゃいけないんですけど、何万人の方が今どういう状況ですって、その人の人数でねお伝えすることもあるんです、まあ、その人数ももちろん大切なんだけれども、その人数それぞれお一人お一人の苦しみが多分あって、そこまでなかなかメディアって伝えられないよね。
で、そのお一人お一人にこうフォーカスを当てたところ、そうですね、生活ありますもんね。あのそれ私感じたのね、海苔の箱詰めなんかも本当に、あの逆にまあ今度は海の方の仕事相手に、はい、皆さんあの作業大変だったでしょ、この寒い時に。そうですね、大丈夫だったですか、はい、どういう箱詰めするんですか、海苔を。箱詰めですね、あの倉庫のようなところでやったんですけれども、はい、うん、そうですね、あの僕たちだけじゃなくて、その住民の方とか近くのっていう方も一緒に混ざって、うん、箱詰めをするっていうような形でした。出荷前のね、出荷前の、はい、感じでしたね。そうか、ラジオネームオロチさんという方はね、今5年経った今、まだまだボランティアが必要なのに、うん、その必要な数に満たないという話も聞いたんですけど、実際どうなんでしょうか、谷口さん。そのボランティアの人たちが必要なのか、うん、はい、どうなのか、そのあたりは行ってみてどう感じありました。とても必要だと思った。とても必要と思った、はい、あ、そう、っていうか、僕も、行く前はやっぱもうニュースとかでしか見ないんで、やっぱり、はい、それだけ、まあ、治ってるかなって5年経ったんで って思ったんですけども、うんうん、行くとなんかゴーストタウンって言ってもいいのかよくわからないですけど、はい、人も少ないですか。はい、そうなんです、うん、でやっぱ改善されてない点がとても多くて、うん、でやっぱり人一人が行っても改善できないような、うん、例えば、先に交通のところを先に優先的に復興していったせいで、うん、となんか若者たちが都会に流れていってしまって、うん、で取り残されて、なんか忘れされ、うん、お年寄りが取り残されるような格好になっている、うん、はい、忘れ去られているような感じになっていまして、はい、とそれをやっぱ僕も行く前は知らなかったので、うん、みんな知っていく必要があるっていうのが僕が思ったので、うん、やっぱりもっとボランティアとして、遠くの方に行くのが必要だと思います、うんうんうん、孤独死って嫌な言葉がありますけれどもね、はいはい、やはりその孤独死という状況に追い込まれた方たちの6割は高齢者だ、はい、これまでねって言われていますよね。高齢の人たちが取り残された状況になってるっていうのは、そうか、メディアではなかなか見てても分かんないとこだったんですよね、はい、で介護の人の人手不足も深刻なんですよね、はい、あ、若い人がいらっしゃらなきゃね、特にやっぱり高齢者ほど心身に負担がやっぱり多く重なりますからね、はい、でそれをなんか手当てしてくれる介護の人材っていうのは本当に、そうか、普通の場所以上に大事なんですけど、少ないんですよ。介護を必要としている人の割合増え方が被災地はものすごいらしいですね、うん、他の土地よりもね。そうですね、金持さんもいらっしゃって、そのあたりのいろんなこと感じました。あ、そうですね、そのボランティア の、 その仕事もそうなんですけど、僕的にはそのいろんな各地の人たちが行って、うん、まずそこの景色とかを見てほしいっていうのをすごい思いましたね。そう、みんなが思ってるほど全然復興できてなくて、うん、困ってる人たちがいっぱいいてっていうのを、まずはなんかみんな来て見てほしいっていうのが一番思いましたね、うんうん、まあ、例えばのこう私たちラジオでもね、一生懸命伝えてるつもりなのよこんなに遅れてるとかね、まあ、こんなにお家に帰れない状況になってるとか、まあ、伝えてるつもりだし、まあ、テレビはテレビでね、いろんな映像を見せてるつもりだと思うのね。でこう3人もね、その視聴者あるいは聴取者としていろんなこう情報は受けてると思うんですけど、それとはやっぱ違うのかな。違いますね。あ、そう、はい、猿渡さんはどうでした、テレビを見てたのと、はい、テレビを見てた感じというのはどんな感じだったんですか。テレビで見たのは、うん、そうですね、瓦礫が最初は当時の、うんうんうん、まあ、様子だと、まあ、瓦礫がいっぱい積もってて、で本当に人も歩けないような状況だったんですけど、で時間が経っているその経ったその状況を映し出したその番組もあったんですけど、
まあ、そこで受けた印象はすごくもう街並みは整っててってなったんですけど、うん、浜辺の方行くと本当に何もない平地で、うん、はい、もうさら地になって何にもまだ建てられてないという状況が続いてると。はい、それは知らなかったので。そうか、はい、実際そこが住宅がいっぱいあったのやっていうことを耳した時にすごく衝撃を、はい、受けましたね。確かに平野さんね、うん、私も今ね猿渡さんの話聞いて、うん、なるほどなってすごく思ったのはね、うん、メディアもそうなんですけど、大体 3.11 直後の映像は出しますよね。そうしたら瓦礫の山になっているから、うん、ものすごい散乱混乱というイメージが私たちには入ります、うん、だけど今ある意味そういうものが全部どけられたので、うん、さら地になってる、つまり一瞬こう何ていうのかな、何もなく、うん、言葉は悪いですけど綺麗な、うん、何にもない状態という、うん、整理された状態であるかのようなイメージってありますよ、うん、映像上、うん、だけど今猿渡さんおっしゃったようにもっと前の 3.11 の、うん、皆さんが普通に暮らしてらした、うん、生活があった、うん、匂いがあった、子供の声がしてた、うん、暮らしの、うん、状況が頭にあれば、ね、今がどんなに復興できてないか遅れてるかって、うん、私も1年後に行った時にやっぱりそれを感じましたね。まだ1年後だったんですけど、だから5年経ってまだそれだったら余計でしょうね、うん、それとやっぱり画面は全体をその俯瞰して、見れないですよね。360度こんな状態かっていう中に自分真ん中に置けないものね、うんうん、やっぱりクローズアップしますからね、やっぱりそこしか目がいかないですよね。そうですよね。金星君ももう自分の周り360度見た時って違ってそうですね、うん、全然何もなくて、その何て言うんですかね、津波で全部吹き飛んでしまって、うん、ここに例えば住宅街があった、幼稚園があったって言われても、うん、もう全然わからないんですよ、うん、そうか。だからそれは本当に 3.11 以前の皆さんの暮らしをこう想像する力が、うん、私もね含めてね、うん、みんなよほど持たないと、うん、いろんなものを失った方とこう共感しながら話するって、うん、とても難しいことかもしれない。話をこう聞くっていうことの大切さみたいなことをね、今の3人の話からもいろいろ聞いたんですけども、もう一回先ほどご紹介しました、斉藤さんとおっしゃる女性のお話、はい、谷口さんと金星さんが聞いている場面お聞きいただこうと思うんです。今度斉藤さんがおっしゃってるのはこうあれから5年感じた生きるということの意味をおしゃべりになっております。生きたってことはさ、生かされたと思うっていうの、うん、世が抜ければこの世にいねべつの神様に生かされてんだかな。だからしっかりして信じて生きなければダメだよっていう。ああ今日も日暮れだ、ああ日昇ったりはダメだっつうのね。何か目標を持って、これからは目標を持たなきゃ生きていかないんだよって。一番大事なことを教わった気がします。いや本当に生きてんだものさ、うん、神様に生かされたんだと。だから目標を持たなきゃこれから生きていけないんだ。この生かされたっていう話、あれ谷口さんですか、一番大切な話伺ったみたいって、はい、そうですね、言ってありましたね、はい、今回のボランティアで、うん、やっぱ僕が一番響いた言葉がそれで、僕が最初石巻の角の脇に行った時、やっぱり金星さんや猿渡さんが言ったように、うん、生活感がないっていうか、生きる、うん、もう真っさらで何もないっていう状況で、僕もやっぱそう感じて、うん、これなんか諦めもあるんじゃないかっていうか、一種の諦めの感じ、なんかもう平地になって全く生活感のないっていうのを見て、うん、でその次の時じゃその後にその話をお聞きして、うん、仮設住宅にはまだやっぱりそうやって使命を持って生きるんだって思っている人がいるのを目の当たりにして、なんか申し訳ないっていうか、はあ、昨日思った自分のこの
諦めじゃないんだって、はい、そこじゃないところでこの方生きてはるんだって、はい、来たんですね、心に響いたんですね、はい、しっかりと生きてらっしゃるんだって、うわ、話聞けてよかったですね、はい、なんか金星さんもこうなんかボランティアに行きはったわけやけど、うん、なんかね谷口さんの話だと聞かせてもらえたって感じでしたね、金星さんどんな感じしました、うん、そうですね、僕はあの話とかを聞いて、うん、一番びっくりしたのがまず生きてるってことが普通じゃないっていう、生き残ったんやっていう考えの中で生きてるなって思う、はい、すごい思ったんですよ、うん、でなんか何なんですかね、なんか僕らとかの世代ってなんか、うん、なんか生きてるのが当たり前で、うん、なんか明日何するとか、うん、例えばなんか愚痴みたいなあいつがうざいとかなんですけど、うん、なんですかね、うん、なんか生きてるのが当たり前じゃなくて、うん、日々の生活の大切さみたいなことですかね、生きてることが奇跡やって感じですよね、うん、生き残りあったんや、そうそう、僕もたまたま今生きて生かされてるって、でなんかすごいこと学びあったね、すぐ死にたいとか悩んだり言うじゃないですか、うんうん、でなんかそういうのってなんか自分が抱えてる悩みってなんかなんてしょぼいんやろみたいな、うん、幸せな悩みで生きてるなって、そうですね、それ実感した、はい、それは谷さんはまあ4年生ですけど、これからの自分の生き方に何か影響与えられましたか。そうですね、また今年から勤めることになるんですけど、会社の方に。あ、そうか、勤めるんだ。あ、はい、まあ、そうですね、その仕事の中でもそうですね、人のためにできることは何かないかとか、あとそうですね、その状況を目の当たりにしたっていうこともあって、そうですね、もう日々をの時間を無駄にできないなっていうことも思いましたし、はい、そうか、3人それぞれにものすごい深いところにドスンと何か持って帰ってきてくれはりましたね、いいもの多かったような印象ですね、本当に良かったですね、そういう意味ではよくぞ言ってくれはりました、うんね、あのこれからも何かの形で、ね、こう影響を受け続けたり、あるいはまあ生き続けたり、うん、なんかつながりをね持ってくれはったら嬉しいなとおばちゃんは思いました。いや、今日は谷口浩平さん、金星雄介さん、猿渡俊也さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの方からいただきました、ねむねむぽんちゃんさん、はい、私自身阪神淡路大震災の時被災して、仮設住宅での生活およそ1年体験しました、うん、本当に疲れ果てましたよ、うん、人間らしい暮らしって住む場所が整ってこそですよ ね、 そうですね、まあ、今日3人のお話聞いてまだ復興まだ未だ投資というあの印象ですよね、はい、あの政府はこれから5年間総仕上げ、復興総仕上げと言ってますけど、まだまだ仕上げどころかね、これから猪についたばかりという感じですよね。あのなんかあんまりハードばっかりじゃなくて生活支援というところに、はい、あの重点を置いてほしいですよね。 JR とか高速道路とかね、それはもちろん大事なんですけど、やっぱり介護とか福祉とか健康不安をね解消する施策を望みたいですね。はい、報道するラジオでした。